を殺してくれないか。お兄、つまんない冗談やめなよ。ねえ、そんな冗談は置いといて、その話があるんだ。あのね、お兄にもらったバングルなくしちゃったの。どうせ適当に扱ってたんだろうとか言わないでね。ナナ、そんなことしてないもん。本当に大切にしてたもん。なのにどこでなくしたのかもわかんなくて。僕は妄想じゃない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 。お兄が初めてくれたプレゼントだったのにな。なんでなくしちゃったりしたんだろう。僕は妄想じゃない。僕は妄想じゃない。お兄、聞いてる？僕は妄想じゃない。僕は妄想じゃない。お兄は、どうして、いつもそうなの？たまには、お兄ちゃんらしく、頼りがいのあるとこ、見せてよ。僕は妄想じゃない。僕は妄想じゃない。今までずっと、ナナがしっかりしなきゃって思って、頑張ってきたけど、でもね、やっぱり、ナナだってたまには誰かに甘えたいよ。ううん、誰かにじゃなくてお兄に甘えたいよ。僕は妄想じゃない。僕は妄想じゃない。だってお兄はナナのお兄なんだから。お兄に頼りたいって思うことナナにもあるんだよ。僕は妄想じゃない。僕は妄想じゃない。そりゃ、いつもああしろこうしろ言われて、お兄も嫌だろうけど、それは、お兄がだらしないから仕方なく。ううん、言いたいことはそういうことじゃなくて。僕は妄想じゃない。僕は妄想じゃない。ナナだって、いろいろ、愚痴を聞いてもらいたい時とか、泣きたい時とか、あるんだよ。お兄に、優しくしてもらいたい時とか、あるんだよ。僕は妄想じゃない。僕は妄想じゃない。ねえ、お兄、ナナの話。
聞いてよ。ナナ、今すごく悲しいんだよ。お兄にもらった大切なバングルなくなっちゃって、声出して泣きたいくらい悲しくて辛くて、お兄に抱きしめてほしいのに、お兄に頭撫でて慰めてほしいのに。ねえお兄、今日だけはナナのわがまま受け止めてよ。だから大丈夫。だから怖がっちゃダメだ。ノア2、もう動いてるんだ。君のおかげですよ。崎畑リミ、1年半ぶりですね。君がこの1年半どこで何をしていたかについて興味はありませんが、困りますね、あまりうろちょろされると。ナナちゃんを話して。ほう、まさかここに来たのはお友達を助けに来たという理由ですか。ナナちゃんを話して。その子は何も関係ないでしょ。では直接話してみてはどうですか。ナナちゃん、
丈夫。今、助けてあげるから。何を見せてるの？リミさんが持ってたの。ナナちゃん、帰ろう。こっちに来て。どうして持ってくの？返して。ナナのバングル返して。落ち着いて、ナナちゃん。お兄からもらったナナの大切なあれは誰にも渡したくないの。返して、返してよ、ナナちゃん。返して。これは、ディソード。返してよ。お願い。でないと、リミさんのこと、許さない。そんな、ナナちゃんも。ヒガロマニアックスだったの。今日だけはナナのわがまま受け止めてよ。抜かれたって
僕には何もできないよ。僕は妄想の存在なんだから。妄想の。そんなこと言わないでよ。お兄が妄想のはずないじゃん。だってナナは小さい頃のお兄のこと知ってるもん。いつもナナに世話かけさせてちっとも頼りにならないけど、でもお兄は昔からずっとナナと一緒だったよ。ななみ、助けて。ななみ、助けて。お兄、ななみ、助けて。痛い。知ってたの？ナナちゃんがギガロマニアックスだって。偶然の産物というものですよ。ナナちゃんにひどいことしたくせに、何が偶然なの？君の時のような苦労はしませんでした。我が社にはすでに覚醒させるためのマニュアルが確立していますから。もっとも西条匠にだけはそのマニュアルも通用しませんが、イレギュラーな化け物は扱いづらいことこの上ない。化け物だなんて言わないで。君も化け物だからですか？そういう話はしてない。虚無から生まれたものだからと言い換えた方が良かったですね。
闇のある一点だけを灯しているスポットライト。その周囲には無数の死体が転がっているのでしょうが、誰にも見えない。君自身にもです。そんな話やめて。例えば君が自殺をしたら、スポットライトは数十センチ横にずれて君を闇で覆ってくれるでしょう。そして何も知らない別の誰かが代わりにスポットライトを浴びる。やめて。痛い。ナナちゃんを解放してほしいんだけど。拘束は解きましたが。連れて帰る。構いませんよ、もう用済みです。ナナちゃん帰ろう。その件は消して。だったらバングル返して。返すから。兄から、もらったの、ナナのだよ、バングル。勝手に持って行って、ひどいよ。落ち着いて深呼吸して、自分をしっかり持って。一つ聞きますが、西条匠にとっては、君たち二人のうち、どちらがより重要度が高い存在ですか？リミさんなんか。負けちゃダメ。
なたは何番目？私は…ななみの子だよ。出てきてよ。いるんだろ。また。あずらか隠れてるんだやめろよで、いつ、この妄想って、冷めるの？早く、冷めてよ。この妄想が冷めたら、僕は、本当はイケメンなんだ。そうに決まってる。物分かりのいい妹と、優しい姉がいるんだ。かわいい彼女と付き合ってて、その子は、リミとかセナみたいな電波女じゃなくて、セーラさんみたいないい子なんだ。あなたは、妄想の存在なんだよ。死にたいよ。どうして、誰も、僕を殺してくれないんだ。ねえ、セーラさん、殺して、僕を殺して。そんなに死にたいの？死にたい。こんなのもう嫌だ。自分の存在が嫌だ。何も考えたくない。生きていたくない。かわいそうなタッキー。だったら、すぐに殺される方法を教えてあげる。とりあえず、外に出るんさ。外に？
この音を追いかけて。追いかけたら殺してもらえるの？そういうこと。や、優しく殺してもらえるかな。私が保証するよ。よかった。やっと死ねる。リベンジってこと。目の前にいるっしょ。目の前。お、すっげえ、こんな感触なんだ。次、私ね。え？ああ、すっごい、私刺しちゃった。
けー、手に血がついた。マジ最悪なんだけど。ストレス解消だ俺。こりゃいい。みんな並んで待ってるんだから、倒れちゃダメだろ。やめ。そんなの決まってるっしょ。妄想だからだよ。西尾君、今回はどんなパフォーマンスを見せてくれるんだい？ところで、実は今日の昼に逮捕された貼り付け事件の容疑者は実行犯に過ぎなくて黒幕がいるっていう話があるんだけど、どう思うかな？
それでね、西条君、ズバリ聞くけど、真犯人と目される人物は通称その目誰の目と言われていて、それは君なんじゃないかっていう噂があるんだよね。そうかもね。それは事件への関与を認めるはずだと考えていいんですか？現実とゲームとの区別ができなくなるような経験はありますか？逮捕された小前田容疑者との関係について聞かせてください。人を殺したのはやはりゲーム感覚だったりします？早く殺して。鬼畜！殺してやるよ！地獄に落ちろ！死刑にしろ！ぶち殺せ！殺人鬼！セーラ、君は ここで死んじゃダメだ。イソードを手に入れて。将軍。あの時の自称将軍は僕じゃない。僕はコスプレはしないよ。あいつらが動き出しているんだ。この場は今以上の混乱になるよ。すべての黒幕、この混乱を引き起こした者たち、混乱を利用してリコを追求しようとする者たち。彼らを止められるのは君だけなんだ。
沈黙の兵器。ノア2はすでに稼働してる。この混乱が起訴された一番の目的は、無差別人体実験。渋谷の GE レート、バイオリズムがありえないくらいに上昇してるんだよ。言ったでしょ、無差別人体実験だって。この場にいる人たちは今、見えない攻撃を受けているんだ。ずっと君を見ていたよ。君は誰なの？僕は君だよ。僕を妄想して生み出したのも、神の自然の正体も君だったんだね。君の名前は？西条匠。君はいくつなの？君と同い年だよ。君の設定とね。このままだと世界が死んじゃう。ノア2にあらゆる人の心は支配されちゃう。だから、君に託したんだ。意味がわかんないよ。そんなの、僕には関係ない。頼むよ。僕を消して、今すぐに消してほしい。全部僕のせいなんだ。僕が IR2 を妄想しちゃったせいで。なんとか止めようとしたけど、僕はこんな体だから満足に動くこともできない。それで君を生み出した。君に止めてもらうために。そんなの知らない。僕は君のコピーだけど、僕はやりたくない。コピーだけが苦しまなくちゃいけないなんて、そんなの嫌だ。死なせてよ。君はコピーじゃない。もう一人の僕だ。つまりコピーじゃないか。君のしてることはすごく残酷だ。悪かったって
思ってるよ。でも他に方法はなかった。今世界の命運は君にかかっていると言っても過言じゃないんだ。だから。そんなのリミに頼めばいいじゃないか。知り合いなんでしょう。リミはナナミを助けに行って逆に捕まっちゃったんだ。え？リミはね、僕を救おうとしてくれていた。その理由は君も知っているよね。あれは空。あの空はどうしてあんなに泣きたくなるくらい青いのかな。それを望んだから。私は望んでない。僕が望んだんだ。ここは君の心象世界であると同時に僕の心象世界でもあるから。あなた、誰？ここには、私以外はいないはずなのに。あなたは、別の私？違うよ。だったら、誰？どうやってここに来たの？私の心の中だよ。ずっと、暗闇しかなかった。光は私に当たるスポットライトだけ。それなのにあなたが来た途端に暗闇がなくなって空ができた。妄想がシンクロしたんだ。君の力がとても強かったから。そう。私、本物の空、見たことないんだ。私っていう人格が生まれた時にはね、もう暗い部屋に閉じ込められてた。心の中も、外も、闇しかなかった。そこからは、絶対に出してもらえないの。私、今、死のうとしてたんだ。心を、自殺させるの。きっと、これまでの私も、そうしてきたと思うし。でも、せっかくあなたが空を持ってきてくれたから、この光景を記憶に刻んでおいていいかな。次の私が、また、こうして想像できるように。死にたいの？うん。本当の空を見てみたいとは思わないの？空って本当にあるのかな？あるよ。でも現実の空はこの空よりも汚れてる。どこにある？あの空はどこにあるの？君が望めば
どこにでも。望んでいいの？もちろんだよ。どうやって望むの？光は電磁場の波。その振動現象を人の視覚は色として捉えるんだ。自分のデッドスポットに望む色を当てはめてごらん。そうすれば君の望む世界の色を作り出せる。世界は君の望みに応えてくれるよ。お兄、お客さんだよ。ねえねえ、誰？彼女さん、いつの間に？やるねえ、お兄ってば。また、会えたね。本物の空は見られた？うん。あ、そうだ。ナナ、お洗濯してこなくちゃ。リミさんでしたっけ？どうぞごゆっくり。私はあなたのおかげで頑張ることができた。終わりなんて絶対にないと思ってた。でもあなたが教えてくれた空を見るまで頑張ろうと思った。そしたら急に外に出してもらえた。用済みになったって言った方が正しいかもしれないけど。そう、私はあなたに救われたの。だから今度は私があなたの力になりたい。そんなの気にしなくていい。わざわざ僕に会いに来なくてもいいよ。君にはこれから普通に生きてほしい。普通の生き方なんてわからないから。なんでリミは僕に近づいてきたの？彼女は君の近くにいることで、君の行動、君に接触してくる人間のことを監視して、君を覚醒させないようにしていたんだ。彼女を恨まないであげて。彼女はただ、おせっかいなだけなんだ。巻き込みたくなかったのに、彼女は僕がどれだけ止めても、聞いてくれなかった。勝手に僕に恩義なんか感じて、本当におせっかいだよ。リミとナナミは誰に捕まってるの？プロジェクトノアの責任者、すべての黒幕、ノロセ源一、かつてリミを捕らえて拷問していた男でもある。それなのにリミはナナミと僕と、そして君を助けるために
あの男のところへたった一人で乗り込んでいっちゃった。意味？私、実はちょっとした報告があります。ナナちゃんをこれから助けに行こうと思って。やめるんだ。君はあの男、ノロセとはもう会いたくないでしょ。私って信用されてないな。平気だってば。昔の話だしね。そもそも私の感情とナナちゃんを助けることとどっちを優先させるかなんて決まりきってることだよ。ナナミを助けるのも、プロジェクトノアを止めるのも、僕のやるべきことだ。君は、そこまでしなくていいんだよ。言ったでしょ？私は、あなたの力になりたいって。それに、タクには、関わらせたくないの。おせっかい、だね。そうかもね。あなたにしか言われたことはないけど。ねえ、ちょっとだけ語っちゃっていいかな。タクにね、いろいろひどいこと言っちゃったんだ。しかもそんなことしておいてすごく自分勝手なんだけど、私、彼と一緒に過ごした時間はとっても楽しかったって思っちゃってるんだ。何もかもが妄想でまみれたまやかしでしかなかったのに。学生生活も、あの学校に私やタクが通っていることも、大地と友達だっていうことも、私がタクと一緒にいようとしたことも、タクの存在そのものも、タクってどうしようもないくらい情けなくて、どうしようもないくらい弱くて、きっと普通の女だったら見向きもしないような男の子なんだよ。なのに私の心には楽しかったっていう気持ちがあるの。なのに私の心にはもっと一緒にいたかったっていう気持ちがあるの。この気持ちって何なのかな。インプリンティングのようなものかもしれないね。本能っていうことかな。それって意外とロマンチックかも。君が楽しかったならきっと彼も楽しかったと思うよ。そうだといいな。私はタクと似たようなものだから。肉体が妄想から作られた存在と人格が妄想から作られた存在と、どっちも変わらないでしょ。だからタクのこと消したくなかった。消さなくちゃダメだって思ってたんだけどね。でもいつの間にか感情移入しちゃったみたい。タクにはごく普通に暮らしていってもらいたいの。私はタクミもタクも助けたい。ねえ、タクのことはそっとしておいてあげて。そういうわけにはいかない。ノア2を破壊するために彼は必要だよ。私が何とかするから。君はそんなことしなくていい。君こそごく普通に暮らしていくべきだ。さてと、そろそろ切るね。リミ、やめて。本当に大丈夫だって。あなたは何も心配しないで。私が全部
決着をつけてくるからね、たくみ。私はタクの味方だから。私が一緒にいてあげる。朝、一緒に学校行って、学校では休み時間にどうでもいいこと話して、お昼休みは一緒にご飯食べて、夕方一緒に帰って、ついでにたまにどこかのお店に寄ったりして、タクの部屋でちょっとだけおしゃべりして、それでまた明日ねって手を振って別れて、そんなのでいいなら私いくらでもしてあげるよ。そういうの結構憧れなんだ。世界を救ってほしい。僕は勇者じゃない。人間でもない。そんな僕に世界を救えとか、何を考えてるの？君には本当に悪いと思ってるけど、君にやってもらうしかないんだ。
自分に謝るなんてバカみたいだ。僕は君が嫌いだ。僕は君が羨ましいよ。僕は世界のためになんか頑張らない。世界を救うとかそんなことどうでもいい。ただ僕はリミを助ける。ありがとう。理想度を手に入れる方法を教えて。君はすでにそれを知っているはずだよ。見つけた。自分の意志を強く持つんだ。迷っちゃダメだからね。君にはもう剣を手に入れる資格は十分にある。掴むんだ。
この暴動を引き起こしているポーターたちを探すんだ。彼らの持つ機械を破壊すればバイオリズムの高騰も収まる。ポーター、ノア2の端末としての存在、君はすでにそのヒントを見てきたはずだよ。君の頭の中にそれは記憶として刻まれている。0.62 メガ GE、ハイスコアです。どんな手品だ、これは。望み。我が社では、ポーターと呼んでいます。言い換えれば、マインドコントロールのための部隊、といったところでしょう。僕は盗撮野郎ってことか。お似合いだね。チャネルを解放してポーターたちの心を読むんだ。コズピーの脳にね。彼らはこのスクランブル交差点のどこかに居場所を探り当てて。見るべき妄想をコントロールするんだ。全てを受信しちゃダメだ。標的を絞り込む。音を頼りにするんだ。
信仰を救いやれ、信仰を救いやれ。三人いるみたい。あなたが三人目です。葉月さん。いや、グリム。真実を暴くんだ。彼女がしてきたことをこの場にいる人たちに提示すれば、この熱病のような混乱は収まる。彼女がグリムなら、これまでの不自然な言動に君は気づいているはず。僕が最初に君に接触した時のことを思い出して。僕は君に貼り付け事件の予言をした。君への警鐘だった。でも僕よりも先に貼り付けを予言した人間がいる。
高階先生はもういません。あの人が真犯人？信仰の救いあれ。信仰の救いあれ。信仰の救いをあなたに。これがあなたの記憶なんですね。あなたの記憶です。あなたがニュージェネ事件の真犯人だったんだ。私の記憶を映像に投影したんですね。もう言い逃れはできませんよ。タイジとあなたの DNA を鑑定すればわかることです。どうしてあんなことを。ねえクリム。ナイトハルト
すべては教祖様のお言葉なんですよ。信仰の救いあれ。エスパーだ。救世主だわ。西尾君、お見事でした。今のは超能力ですか？やはりエスパーだったんですね。すごいです。今日のこの集まりは初めから真犯人をおびき寄せるためのものだったの。あなたの超能力は何歳頃に現れたものなんですか？子供の頃のあだ名は神童とか呼ばれたことある。今後警察の捜査に協力する予定は？うちの局の番組に出てくれないかな。西条、よくやったぞ。たくみくん、こっち向いて。お前すげえよ。好きです。付き合ってください。手のひら返して英雄扱いかよ、バカみたいな。僕は肝を立て、セーラタンのエロいフィギュアにハーハーしてる変態だ。18歳未満だけどエロゲして燃えって言ってる男だ。頭の中じゃ街を歩く女ども裸に引き向いてエロい妄想してる。それが僕だ。どうだよ、これでも僕は英雄かよ。違う、僕は英雄なんかじゃない。所詮妄想の存在で肝を立て、一人じゃ何もできないヘタレだ。それが僕だ。
お前らに、他人に僕っていう人間を決めさせない！僕の本質は、僕が決める！僕は、お前らのおもちゃじゃない！見せ物なんかにはならない！僕にはやるべきことがあるんだ！僕は、お前たちなんかのために行動しない！僕は、ただ。サードメルト、予定より早い。